はいどうもパラプンテージェルサッカーチャンネルのつつんです。それ今回は昇格組の北京都ということでベルディも十の今日ニュースが入ってきましたんで、えー、その話ですねやっていこうと思いますよろしくお願いいたしますと。 えいうことで、さあね、えー、大事な大事な1年目、小学1年目と、まあ1年目中がもう過去、えー、名門クラブとしてね、いろんなタイトル取ってきた2クラブになってきますけども、さあ、再昇格1年目というとこなんでね、まあどんな補強に行くかというところでございましょうかね、まあ、えー、今回見ていきましょうかね、まずこちら。 そう、えー、ベルディか見ていきましょうかね、東京ベルディ、えー、平川選手獲得ということで、これね、この表、朝作ったんです、朝作った表にはなりますんで、まあ、実はね、今日山見選手の移籍の発表もありました、まあ、見出しには、えー、今回出していないんですけどもね、山見選手も過去、移籍の噂はあったんですけどもね、えー、今回、正式発表という流れになりましたね、で、まあ、それで見ていくと、まず平川選手ですね、そう SC 東京ユース出身の平川選手が、東 今日ベルディに行くんじゃないか？じゃ、あなかなかにね。どうなんだって？ところにも、えー、なってきます。まあ、僕は過去の動画でね。別の動画になってきますけどね。まあ、なんとなく日本にはね。禁断の遺跡みたいなのは、えー、ないんじゃないかまあ、サポーター同士はこうね。熱くなるけども、意外と選手たちはそこら辺はね。うん、やっぱいい条件があればみたいな。ところで意外とね。やっぱ清水磐田でもね。結構遺跡のやり取りあるい、ま。今ありますんでね。金子選手とかね。もうありますし。しまあ、ちょっと経由してます。他のクラブ経由はしています。けど どうも松原選手がみたいなところありますんで、まあ、実はそんなね選手たちは意識をしていないのかも、えー、知らないんですけれども、もただ、まあ、平川選手は SC 東京、ユースユース出身なんでね、ユース出身がヴェルディに行くとなると若干話はね変わってくるのかな、まあ、これこそ禁断の移籍と、まあ、ただ平川選手もね、えー、他のクラブ経由しておりますんで、まあ、2020年が多分最後の SC 東京時代のプレーには、えー、なると思うんですけれども、も多分21年が松本かどっか行きましたね。で、えー 22、23、熊本というところなんで、まあしばらく数年経っていますんでね、まあそれもそれでねありなのかもしれませんけどもね、まあ使うならボランチですかね、まあ三木選手を取っていますんで、三木をツートップの一角で使うか、もしくは今シーズン、ジェフチバではボランチを三木選手もやっていたんで、ただ、森田選手も、ね、いますし、稲見選手もね、えー、いますんで、まあってなぜ三木選手はね、まあ前線で使った方がいいんじゃないかというのはありましたが、ただ平川選手はもうボランチ。 このシステムで言うとボランチにはなります。まあ、えっ、ー、と、ロアースト時代は、ロアースト時代は初音がかしかったね、えー。初音おかしかったね。えー、ロアースト時代はトップ下をやっておりましたが、ただロアーストのサッカーはも超特殊なサッカーなんでねうん、なかなか他のクラブでやったときにどうなんだみたいなのありますけども、で、なるといえば平川ボランチ、まあ、本来もともとこのボランチのところで、ね、世代別代表として活躍はしていましたんで、まあ、ボランチとして使うのかと思いつつ、もしかし今森田選手もね、いますし、森田選手がなんか移籍するみたいな、 雰囲気はなんとなく今のところはないんで、まあ、だから森田・平川のダブルボランチで行くのかなど、もしくは、まあ、4 5 1にしてトップ下で平川選手を使う可能性もゼロではないですけども、で、山井選手、一応2トップにか置いてますけども、まあ、サイドハーフ、ウィングもできますんでね、まあ、左サイドハーフ、山井選手で、ワ、え、ン、ー、トップ、まあ、染野選手なり、誰か、まあ、レンタル延長なればですけどもね、まあ、トップで、まあ、今シーズンのメンバーでと染野選手とか、 山田選手ワントップにおいてトップ者平川選手にしてボランチミキみたいなところもししかしてあるかもしれませんけれどもね、ただまあね、ダービーでどんな反応になるかでしょうかね、まあね、FC 東京のえね赤青のユニフォームを着た選手が緑のユニフォームに袖を通すというところ、サポーターの感情いかにというとことでございましょうね。はいんでこちら そうジュビロもですけども、遺跡の話というところでございまして、でそう、えー、ジュビロだからね平川選手獲得へというところで、まあ、フォーメーション的にはジュビロの方が、ね、トップ下がありますんでね、まあ、うん、一番ハマる感じもしますね。今シーズン、まあ、41試合で7ゴール9足と、これさっき出してなかったかな、えー、ということございます。で本当、今季才能開花ですね。で、えー、ジュビロはだから荒木選手の獲得の、ね、噂もありましたけども、しかしまあね、どうなんだろう、まあ荒木育成みたいな感じなんで、もしか ただこう撤退とかね、荒木選手は、他のクラブに決まったのかもしれませんけれども、ってことはね、考えようによって、荒木選手他のクラブに行って、で、平川選手をそこにみたいな、まあ、ターゲット変更が、えー、行われた可能性もゼロではないというところで、ただ、山田選手もいますけれども、やっぱね、今シーズン、ちょっと怪我,怪我で離脱した時期まで山田選手にはなりますんで、まあ、トップ下はちょっと急務補強が欲しいというところなんでしょう、まあ、だから平川選手、荒木選手の名前が出ているんじゃないかというところでございます。 んでまあねであとジュビロジュビロに関しては高畑選手がねえー、加入というとこでちょっとこれび いですねまあ藤本選手、大分がね左ウィングのところでいうとねえ藤本選手が移籍したんでああじゃあ高畑選手が来季一番手でこれ1年間背負ってやっていくんだろうなと思っていたらまさかの移籍というとこなんでちょっと大分大丈夫かっちゅう雰囲気ですね。まあ藤本、高田中、ね、貴重な2枚相当レベルが高い2枚がえ抜けましたんでちょっと大分来季厳しいじゃないかっちゅう、えー、抜かれ方ですよね。ででままあ、ここれれ一番下のの東京ベルリの現状で書いてますけどねこれ僕が多分 これ順番間違ってますね多分最初にジュビロの話をした後にこれベルディの話をしようとね朝は思っていたんでしょうけどね、えー、時がたち、まあ、この表を作ったのは朝なんですね朝に表を作って家帰っていて今夜夜収録なんですけどね多分そこで僕がすっかり忘れていたんでまあベルディの現状はさっき出したんでまあもういいでしょうというところでそう、えー、でもジュビロ高畑の獲得相当でかいですよねただ松原選手もいるんでね、えー、松原高畑のこのね,ねサイドバックのレギュラー争いというところは相当レベルが高くてまあ というとことでございましょうかね。はい。ドラ今ン会場です、以上、パラメンテージのサッカーチャンネルのつつんでしょおか、ちゃんネルのます。その